試合の前、数字を見ない、打っているのが他の方向を見て、テンポを見ようで倒せる。いや、運動を行うの、大変に無理だよ。ジャイロンのお時間です。はい、なぜ終止符をつけるのは良くないか、理由があるんですけども、まず一つ目は連勝してた時、連敗してた時にあまり良くない影響を及ぼすんですね。なんで連勝してる時に良くない影響が出るかっていうと、例えば10連勝ぐらいして、まあ30万ぐらい勝てたとしましょうか。5万勝ち、2万勝ち、3万勝ち、5万勝ちみたいな感じで10連勝で30万勝ってます。こうなるとね、これが数字ではっきり表れてると人間マイナスつけたくないのよ。終止符に11連勝をかけた戦いの時に、よし今日も特備あるぜ、いい店あるぜ、今日の店強えんだよなって思っても、朝起きてさあ行こうってなった時に、いやでもな、終止符にマイナスつけたくねー、うん、今日当たるかな、そろそろ負けんちゃうんかなみたいな感じでうだうだしちゃって、結局二の足を踏んじゃうってことが自分あるんですよ。みんなないかな。俺あります。立ち回りや稼働に対して良くないことがある。2つ目、こっちがもっとやばくて、例えば10連敗で30万、15連敗で50万ぐらい負けてたとしようか。15連敗の方がいいな。15連敗で50万負けます。まあそうなると収支にはマイナス3万、5万、7万、5万でっかいマイナスがずらーって並んでると思うの。でもそんなもん数字見たらさ、負けになれるっていうか、まひるんだよね。もうどうでもよくなるっていうか、普通例えば1ヶ月2ヶ月パチンコしてませんでした、久々に行くパチンコ、最初の1万円ってめっちゃ怖いよね。金銭感覚が元に戻ってるから。ただもう連敗が続いて、しかも終止符にそんな連敗がずらーって並んでたら、まあ狂ってるよね。もう3万負けとかが当たり前だからさ、あ、今日も5万、あ、6万、はい、7万、え、俺飲めや、俺行けやっつって自暴自棄になって、1万円の価値って絶対に変わらないんだけど、人間ってあの気分だったり感覚でガラッと変わるのね、1万円の価値が。だから久々に行く時の1万円と連敗中の1万円の価値って絶対違うから、1日でも変わるよ。例えば最初の1万円2万円ってみんなまだ現実にいるから1万円としての価値で入れてるんだけど、例えばそクソハマり食らって6万円7万円まで行った時、さあ最初の1万円と同じ感覚で投入してますか？してないと思うんですよ。もう柳やりでしょ、おらっつで、人間って負けマウント取りたがるんですよ。かわいそうな僕を見てみたいな、まさしくいるでしょここに、かわいそうな僕を見て、なんかシンデレラうんたらっていうのかな、シンドロームっていうのかな、あるんだよね。だから収支をマイナスの収支をツイッターとかにドンってアップする、友人に見せる。こうなった時、人間って連敗を脱出したいんだけど、終止符に今度プラスがつくのがなんかなみたいな、かわいそうな僕が演じられなくなるみたいなさ。あと爆発を恐れる、大勝ちしたいんだけどしたくないみたいな心境出てこない。例えば15連敗で50万負けてます。で16日目、今日もどうせ負けんだろうな、いけよな、だったらなんか3000円でまだマックスがあると仮定して、4万発出るからあいつマックス、よっしゃ、ああ久々に3000ですって入った、で右打ちした時、なんか素直に爆発しろって思えなくない？なんかさ、ここでさ3万発4万発出たらさ、4万発も出した引き継い、あんだけぼやいてたくせに4万発出したの、うわやっぱ引き継いじゃんみたいに言われるのが嫌で、なんか爆発してほしいけどしてほしくないみたいな気持ち湧きませんか皆さん。僕は湧きます。本音を言うと湧きます。でそのマイナスの収支をつけて、しかもそれを友人やツイッターにアップすることによって、爆発したらやっぱ書かなきゃいけないじゃん、16万勝ちみたいにさ。で4万発16万勝ちしました、するとどうだろう、周りがその16万勝ちをだけを見ていってくるんだよね。うわ16万勝った、すげえ、お前その前に俺50万負けてんのにな、まだ34万も負けてるのに引き継ぎを認定されるんだ、あんだけぼやいてたくせに16万も勝ってやんぬ、50万負けてぼやかない人間いたら教えてくれよみたいにさ、ないですか、僕だけですか、そんなわけないよな、というね、
弊害があるんですよ。よくわかんないこと言ってきて言ってるね。爆発してほしいけどしてほしくないみたいな、まだちょっと不幸な俺でいたいみたいな気持ちはちょっとに湧くんですよね。そう、こういう風な弊害もあるので、僕は収支をつけるのはおすすめしないです。まあこれは人によって変わってくるだろうけど、こういう心境を持たない、は何言ってんのお前っていう人はつけてもいいかもしれないですね。大事なのはここから。最大の理由、収支だけをつけるなら無駄です。やめましょう。中身がないです。パチンコスロットで勝ちたくて収支をつけるんだったら大事なのはどんな台を打ったか、台のクオリティを明記してこそ収支用なんですよ。いくら勝ったいくら負けたかだけを書くんだったら勝ちには一切つながらないし、勝てる立ち回りにつながらないんで無駄な行動です。むしろ数字を羅列することによってさっき言ったマイナスの要因、立ち回りとか稼働に影響を及ぼすので、それだったらつけずに財布の中身とか ATM に行った回数で勝った負けたを感覚で把握してた方が身軽に立ち回れるし楽しく打ちに行けるんで、収支はつけない方がいいです。もし収支をつけるならこのようにしましょう。12月2日 A 点北斗無双 21.2 1ラウンドあたり何発、まあ1ラウンドあたりの玉数までつけちゃうとガチプロになるけど、台のクオリティを明記すること、これだけでもいいですよ。どれぐらいの台を、回転率の台を打ってたか、死にたくなるんだよ収支をつけるとさ、負け続けると、うわ、いくら欠損してんだよみたいなのを考えちゃうから、まともに当たってたらこれぐらい勝ってたのになみたいに考えちゃって、さらに落ち込むんで、そういう点でも収支表は心にとって毒を与えるんでやめましょうとは思ってるんですけど、もしつけるならそのように何回転回ったとか、スロットだったら推定設定4とか、仕頃確定だったらもう設定4以上確定とか、自分が打った台のクオリティをしっかり明記してって、そのクオリティを見つめていく、そういうことをやった上で収支をつけるならありです。ただ10万買った5万負けた3万買ったみたいなただの収支表だけだったら無意味、本当に無意味。だってさ、1000円16の北斗無双10万勝ち、1000円14回転のとある魔術のインデックス3万負けみたいな収支表意味あるないでしょ。だってどっちもひどい台打ってて、ただ勝った負けたの金額つけてて、自分の立ち回りの内容の反省ができないじゃない。なんで収支をつけるかっていうと、勝ってる負けてるの把握じゃなくて自分の立ち回りを見つめ直すためだと思うんだよね。だから収支はつけるなってのはそういうこと。お金の動きだけつけるだけだったらパチンコがつまんなくなる、立ち回りや稼働に影響が及ぼす、パチンコに行くのが億劫になったり嫌になったり、負けが続いてる時はもう投げやりにな気持ちが加速する、いいことはありません。なので収支はつけるのはやめましょう。もしつけるんだったら台のクオリティまで明記すること。ただしここまでやるとガチプロと同じようになって、ガチな立ち回りばっかになって、これはこれでパチンコがつまらなくなります。遊びで打てなくなるんで、正直これもおすすめしません。パチンコで生活してる人、本当にパチンコに人生の時間をほとんどを費やす人はこういうことをやるべきですけど、これを見てる皆さんはおそらく他に仕事を抱えて家族もいらっしゃるでしょう。その合間の息抜きとしてパチンコをやってると思うんですね。いいじゃない、仕事もあって家庭もあったらもう勝ち組、パチンコくらい楽しく打とうよ。楽しく打てなくなるから収支表なんてつけちゃうと、感覚でいいんですよ。財布の中身が減って ATM 行ってる回数多ければ負けてんだし、あれ ATM 今月行ってねえの、財布中身増えてんな、あんかってる、これぐらいの方がパチンコと楽しく向き合います。ということで収支表はつけるのをやめましょう。最後に言いたいのが、なんか収支表つけてればわあこの人うまいんだって思われるし、収支表つけてないよって言うと大丈夫この人みたいに見られるけど、収支表をつけているだけで、つけているつけていないだけで判断するのはどうかなと思いますね。中身ですから大事なのは収支表ね。今回は収支表は絶対につけるなでした。いかがだったでしょう。まあ今回はね、賛否両論、多分反対意見の方が多いとは思うんですけども、皆さんちょっと見直す機会にはなったんじゃないかなと、上から目線で終わりにさせていただきたいと思います。では今回はこの辺で、さよなら。